青梅鉄道1号型電気機関車。青梅鉄道1号型電気機関車。青梅鉄道1号型電気機関車は、青梅鉄道、後に、青梅電気鉄道に改称。現在の東日本旅客鉄道、JR 東日本青梅線の一部が1926年、大正15年か1929年、昭和4年にかけて申請した直流用電気機関車である。 保有事業者である、小梅鉄道の国有化に伴って、本形式も、国鉄、当時の鉄道省席へ編入され、後年一部が ED36 系の国鉄形式を付与された後、全社が西武鉄道へ払い下げられて、同社 E41 型として、む。さむ、1987年、昭和62年まで在籍した。小梅鉄道が1926年、 大正15年10月、1927年、昭和2年11月、1929年、昭和4年10月の3度にわたって、イギリスのイングリッシュエレクトリック社へ発注、輸入した4両の電気機関車、鉄道省、ED51 型など、同じデッカーの一族である。1926年製の1両が1号計1。 1927年生以降の3両が2号系、2から4とされたが、交渉次長が1号型が37.0トン、2号型が40.6トンと、異なったため形式が分かれたもので、製造年次によって細部が異なるものの、実質的に同型である。前後にデッキを備えた箱型車体で、正面窓に対して乗務員室扉が向かって、左側にオフセットされた配置が独特である。 デッキは、鉄道省 ED51 型と同様、台車が車体前後へ張り出したその上に設置されている。機器室は、中央廊下式で、ツーサイド側に抵抗器を、反対側に制御器、空気圧縮器、電動発電機を配置した、関係上、左右非対称になっており、これも本形式の特徴である。この設計は、鉄道省 ED51 型と、 基本的に同様で、これを、私鉄向けにダウンサイジングした、本形式の蘇生を物語っている。私鉄向けの同系機も多く、秩父鉄道的1系6 7 1926年生、総武鉄道2台。現在の東部の打線の出来1系1から3、1928年生。あとの東部鉄道 e d 3 0 0 0系3 0 0 1の3003。 伊勢電気鉄道の5 1 1系5 1 1 5 1 2 1928年生。後の近畿日本鉄道で1 1系1 1 1 2東武鉄道の e d 1 0系1 0 1 1929年生。後の東武鉄道大見鉄道 e d 4 0 0 0系4 0 0 1といったところが挙げられる。主電動機は、 出力 97kW の DK-127 であったが、河川電圧の昇圧に伴って 127kW に改められた。台車は固定揺れまくらえた大枠式の二軸ボギー台車である。終電装置は、ひし形パンタグラフを採用し、1は1機のみの装備で落成したが、2以降は2機装備で落成している。1も後に2機装備に改められたが、 1944年2月に予備部品確保のため一機装備への変更届が提出されている。実際はそれ以前から一機が撤去されていた。これに伴ってパンタグラフの装備位置は車体中央部に移されている。導入後、時期は不明であるが、大梅電気鉄道時代に同系の南部鉄道、現在の南部線と貨物の一貫輸送を行うことと、 なり、南部鉄道が保有する電気機関車10001系、後の国鉄 ED34 系に続いて101系1011から1014に改版された。第二次世界大戦中の1944年、昭和19年に、大梅電気鉄道が鉄道省、後の日本国有鉄道に戦時買収されることになり、本形式も国鉄席となった。買収後も、 私鉄時代の形式番号のまま、大梅線や南部線で使用されたが、1011が1948年、昭和23年11月に、1012が同年5月に廃車され、西武鉄道へ譲渡された。残った1013.1014は、1952年、昭和27年に、他の私鉄買収電気機,機関車と共に、ED36K1.2 に解消され、また、 主電動機を MT10、男子電圧七百五十ボルト時定格出力百キロワットへ換装された後、九百六十年、昭和三十五年二月に廃車され、同二両も西武鉄道へ譲渡された。パンタグラフについては、国鉄席返入後もたびたび改造が実施され、1 0一は PS13、1 0 1はオリジナルの大型パンタグラフを装備して、 西武鉄道に移ったと思われるが、1013.1014は装備改造により PS14 に換装された。さらに1957年、昭和32年、ED361 は PS13 へ換装されると、共に二機搭載仕様に改造され、e d 3 6には PS14 装備のまま二機搭載仕様に改められた。西武鉄道へは、 前述のように2回に分かれて譲渡され、まずは1949年、昭和24年4月2012が、1950年、昭和25年8月2011が入選し、41系、9番号順に41.42と解消、改版。ついで1960年9月には国鉄で ED361.2 を名乗っていた2両も、西武鉄道入りし、 41K43.44 に編入されて同形式の4両が揃う形となった。後の入線の2両は ED36 系であった時代に西武鉄道が2両を借り入れ自社線内で使用していたものがそのまま譲渡される形となった。1961年昭和36年12月に E41 系 E41E44 と改称、改版された。 なお、E43E44 は、国鉄時代に乗務員室扉の左側にも小窓を開けており、これのない E41E42 とは、形態が異なっていた。またパンタグラフについては、導入に際して、一旦全車とも一機搭載仕様に改められた後、E43E44 は1969年頃に、再び二機装備に戻った。 一方で E41E42 は廃車まで1機装備のままだった。晩年はパンタグラフが PS16 に換装されていた。本形式は4機揃って池袋線を中心に使用されていたが、老朽化のため E41 が1976年、昭和51年8月に E42 が1986年、昭和61年12月に廃車され、 いずれも解体処分された。その後、E43 は1987年、昭和62年1月に E44 は同年6月に廃車され、西武鉄道 E41 型は形式消滅した。E43、E44 は除石後両機とも西武鉄道横瀬車両基地に保管されたが、E44 は1990年、平成2年4月に、 JR 貨物へ上とされ、新鶴見機関区で生体保存され、E43 は現在も横瀬車両基地に保存され、イベント開催時に一般公開される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。